11月の11日、もう10時半です。朝の気温、まあ朝って言ってももう昼になりますけども、今13度5分ですかね。こんな感じになってます。今日風強いんでね、結構ちょっと、風気温入ってるかもしれませんが。バラさんね、まあ以前変わりません。うん。こんな感じで、もうそろそろ、終わり終盤に近づいてますんで、まあこんな感じっていう形でご紹介しかできませんけども。まあつぼみはね、少しずつこんな感じで割れてきて、大きくなって割れてきている、つぼみがですね、もう本当に数少ないですけども、まだ残っております。バラさんの花ね、開花した花なんですけども、本当に1週間っていうこの、時間ですか、まあ1週間おきにこうやって撮ってるわけなんですけども、1週間経つとね、どうしてももうそろそろ終わりっていうのがね、ございまして、先日も黄色いバラ、ミニバラさんこう咲いてたんですけども、こちらの方も剪定、花輪も剪定、しました。こんな感じです。多肉食の、多肉種の仲間さんたちです。なんかね、勢いが良くなってるよね。なんかね、いい感じになってます。風強いね、本当に今日は。ガジュマロさん、もうこんな感じに大きくなってます。あとは、ガーデン、シクラメンさんと、カーネーションさん。カーネーションさんもなんかね、葉っぱっちゅうかね、大きくなりましたよね。いい感じになってます。それと、それと、クレマチスさん。クレマチスさんはもう一人でもうあそこまで、もう行ってます、上まで。すごい。いつの間にかね、あんな上まで、さん行ってますね。すごいね、勢いがね。まあ、つぼみもありましたけどね、まだ咲くような感じではなかったはずなんですけども、そうですね、でも随分大きくなったね。ほらこんな感じでつぼみ大きくなってます。あとはミニバラさん、のつぼみもなんとなくね、こう割れてきてますよね。あとはこちらの方のフィエルトロンサーさん、これもね、ちゃんと開いてくれるかわかんないんだよね。いつもね、こんな感じで終わっちゃうんですよね。ちゃんと開いてくれるとね、いいんですけどね。ではミニバラさんもこれもう終わりだね、そろそろね。もうこれも剪定ですね。あとはバラさんなんですけども、バラさんね、花を剪定しました。もうほとんど終わりに近づきまして、花を剪定で終わってます。濃いピンクのホットショットさん、こちらについてはね、ほらこんな感じですよ。ほら、ね、すごい感じです。大きいですよね。こんな感じで育ってます。あとは、ロマンティックアンティークさんの方はね、花を剪定しました。残ってんのがあそこにあるの1個だけ、これつぼみ1個だけ残ってる感じです。あと一番端はバラひろこさん、薄いピンクのバラひろこさんで、今2つともまだ咲いてます。1個だけ花を剪定しました。すごいな、本当に。それと、今盛んに、大きくなろうとしてるのがこちらの方のクリスマスローズさんです。クリスマスローズさんもすごい葉っぱがね、ほらいっぱい出てきてます。なんかね、勢いがね、増してるね。この時期になって勢いが増してます。まあ簡単ですけども、一応こんな感じになってます。オステオさんも、まあ、変わらず元気いいですね。すごいね。こっちが本当は親株なんですけども、多分親株ダメなんでしょうね、これね。これ挿し木ですよ、挿し木。これ私が
あのいたずらで刺したやつが根付いてしまったみたいな。刺し木の方がね勢いを増してます。はい、もう親株は多分ダメだと思います。まあこんな感じです。